どうも、ピーコセイコとレッドコーセイ。今日はホテルの鉄板焼き屋さんに来ております。緊張する。緊張。あとお野菜と、あとあのこのボーナーというのはあのフリシーニーといいまして、ちょっと生ハムに巻いて食べても美味しく、はい、召し上がりいただけます。フリシーニー、すごい前菜をお見せします。もうこれすごすぎるやろ。山本関西が作ったみたいな。合ってる食べ方。やってみるわ。やってみるわ。これ何なの。生ハム釣りみたいになってるやん。割ってんのこれ。ほんまに。これ一周。これでいいんだ。おいしいや。マスや。すごい。めっちゃ美味しい。粉末にしたものが出てる。すごい。シャレ。まさか鉄板焼きでせんべい焼くとは。オセロみたい。のペーストとエビの粉末が固まってきます。すごい。科学や科学。うわ。まだやったんですね。ポタポタ焼きもびっくりやで。ポタポタ焼きなんて呼ばれてた。みんな知らはるんですよ。確かにめっちゃスカート可愛いけど、完全にこれでそうしてますけど。鴨の上にはあのベルベールというハーブ、こちらのちょっとゼリーにしたものを入れさせていただいて、であの中央に少しあのキャビアを添えさせていただいて、キャビア。これご飯なんていうやつやで。すごい。菜園を意識した。菜園をイメージしたやつ食べます。もう乗せて、ウニちょっと乗せて、ウニも乗せるの。その上にほらこれやばいやろ。こういうのこれをバイキングとか、これを若手芸人の私が前みたいな、あのそこのそこのゲノゲノ人間が食べるそういう人間が食べたら、食べたらめちゃくちゃうまいです。スタンバってるやん。まさかのやつスタンバってるやん。